動画をご覧いただき、ありがとうございます。小平市では4月26日から5月25日までの間、小平市経営方針推進プログラム素案のパブリックコメント手続きを実施します。そこで、このプログラムの概要について説明いたします。小平市経営方針推進プログラムは、 小平市の行財政改革を進めるために取り組んでいく事柄をまとめたものです。行財政改革は、自治体の組織、機能のあり方の見直しや、財政への見直しなど、行政と財政を改革することです。人口減少、少子高齢化など、市を取り巻く状況の変化に対応し、持続可能な地域社会を築くために、 長期的な視点による行財政改革が必要です。令和3年度から12年間の行財政改革に関する基本的な考え方は、小平市第4次長期総合計画基本構想の中の自治体経営方針で示しています。このうち経営方針推進プログラムでは、 特に令和3年度からの4年間において取り組むべきことを示していきます。推進プログラムの素案をご覧いただき、ぜひともご意見をお寄せください。ご清聴ありがとうございました。